ワイヤレスマルチメディアエクステンションズは IEEE 802.11e 規格に基づいた Wi-Fi Alliance による相互接続性の認証である。Wi-Fi マルチメディアの別称でも知られている。IEEE 802.11 ネットワークの基本的な QOS の機能を提供する。WMM は音声、ビデオ、ベストエフォート、バックグラウンドの4つのアクセスカテゴリーに応じたトラフィックに優先順位をつける。スループットの保証は提供されない。Wi-Fi 電話端末上での VoIP のような QOS を必要要件とすることが明確に定義されたアプリケーションに適している。がついた用語は、用語説明の項目にて解説する。WMM は、QSMA CA の無線フレーム伝送による、従来の Wi-Fi の DCF1 に代わって、EDCF2 が WMM の 1.1 版として記述されており、その記述では、EDCAの4つのアクセスカテゴリーが定義されている。EDCAのパラメータは、アクセスポイントから、無線機器に送られた情報の種類に基づいて、TXOP3 の時間をどれくらいに設定するかの制御を行う WMM 認証を受けた無線機器に使われる。Wi-Fi を通じて、音声通話や、音声や動画のストリーミング配信、オンラインゲームなど、リアルタイム性が必要な通信を行う際、それらを Web 閲覧など他の通信より優先的に取り扱う。Wi-Fi アライアンスが WMM の仕様に省電力認証を付け加えた WMM パワーセーブと呼ばれる。信号品質の改善や電力消費の最適化などを通じて Wi-Fi ネットワークにおける効率的な消費電力を実現するためのフレームワークをデバイス製造業者や開発者に提供する。ありがとうございます。